ジョニアス、これで最後ですか？僕らはもう永久に会えないんですか？ネガティナスチャンネル。あの約束を果たすため、彼は再び帰ってきた。ウルトラヒーローシリーズ EX、ウルトラマンジョニアスでございます。はい、ということで、ウルトラギャラクシーファイト大いなるレインボーになんと、ウルトラマンジョーニアスが登場ということで、それに合わせまして、ウルトラマンジョーニアスの装備人形が発売されました。やったやった、まあ、今回ね、その EX 枠ということで、多分生産数とかもね、あんまり多くないんじゃないかなって思うんですよ。まあ僕もね、あんまりお金ないんで、まあ基本的に1体しか買わないんですけど、ジョーニアスさんだけはね、特別待遇ということで、保存用に、遊ぶ用と保存用に、もう一体買わせていただきました。ありがとうございます。はい。ということで、ウルトラマンフェスティバルの2019で、新規のスーツのジョニアスさんが登場いたしまして、今回のウルトラギャラクシーファイト大いなる陰謀に登場するジョニアスさんが、その新規のジョニアスさんのスーツということで、今回発売したソフビも、新規のスーツの、ジョニアスさん仕様となっております。いやー、嬉しいね。いやー、嬉しい、嬉しい。アスキさんの大いなる陰謀ですか。これはもう最高ですよ。ということで、ソフビ人形見ていきたいと思います。はい、全体は、赤い成型色で再現されておりまして、実写版のウルトラマンジョーニアス前まではシルバーだったんですけど、今回、白に変わりましたね。で、実際のスーツだと布製のウルトラマングレートとかみたいな布製のスーツに変わりまして、かなりガタイのいいアクターさんが入らないと結構ねシワができちゃうような感じではあるんですけど、ただすごいねガシッとしたかっこいい感じのジョーニアスさんに仕上がっております。はい、お腹の部分の模様なんかもしっかりと塗装されておりまして、ずーっと、はい、この胸のスターシンボルですね。ここがしっかりと緑で塗装されております。かっこいいねー。で、細かなラインも塗装されてまして、腕ちょっと塗装処理があるかな。で、ぐーっていきますと、首の部分も白く塗装されておりまして、もう顔ですよ。今までのウルトラマンジョーニアスのスーツって、アニメと比べるとね、ちょっと顔違うかなっていう感じがしてて、今あれはあれで、好きではあるんですけど、ただ今回の新規のジョーニアスさんのスーツは、かなりですね、そのアニメっぽいような顔の造形に仕上がっておりまして、鼻ですよね。鼻がね、すごくね、シャープな造形に仕上がっていて、ここがね、かっこいいんですよ。で、目の部分が黄色く塗装されておりまして、アストロスポットの部分ももちろん塗装されております。いや、かっこいいね。この角張った目の感じとかね、すごいかっこいいよね。うん。かなりこれ、ガタイが、やっぱりいいですね。いや、ウルトラマンフェスティバル2019のあの感動はやっぱ今でも忘れられないですよ。あれは本当にね、嬉しかったし、あのスーツを、どうにかね、映像作品でも見たいよと思ったんですけど、ついにウルトラギャラクシーファイトで見れますから、もう楽しみで仕方がありません。横側、塗装は、プッツンされちゃってますね。頭の十字部分もしっかりと造形されてますし、背面は、まあ、仕方ありませんが、塗装省略されてますね。にしても顔の造形、かなりスーツのジョーニアスさんの顔に近いと思いますね。ウルトラマン X の時に、ガシャポンスパークドールズシリーズとして、ジョーニアスが出ていたんですけれども、このジョーニアスね、まあ、顔の造形とかは結構いい感じで、本当にアニメ仕様って感じなんですけれども、体型がね、かなり細い感じで、手足もね、まあ、この長い感じが逆にアニメっぽくていいんだけど、結構ね、その細身なんですよね。で、今回のその新規のウルトラヒーローシリーズのジョーニアスに比べるとこんな感じで、新しい実写版のジョーニアスとアニメ版のジョーニアスって感じで、まあ、両方ともね、存在意義がありますね。ガシャポン版にはライブサインもついているので、X デバイザーで読み込むと音声もなりますし、これはこれで重要ですね。U40 の戦士と賢者。ウルトラマンジョーニアスとウルトラマンタイタス、ついに同スケールで並べることができました。やったぜいやー、これは嬉しいですよ。ようやく念願ですよ。本当に待ちに待ちました。ようやく映像作品でウルトラマンタイタスとウルトラマンジョーニアスの並び立つ姿が、そして共闘する姿が見れるということで、これはもうね、楽しみで仕方がありません。まあ去年のウルトラマンタイガの情報が発表されてから、もうずーっとね、ジョーニアスがジョーニアスがって言ってたんで、で、そこからね、まあ、ジョーニアスの新規スーツが出てくれればいいな、出ました。ウルフェスで共演してくれたらいいな、できました。映像作品出てくれたらいいな、出ます。ソフビまで出てくれました。こうなったら残すはアーツだけですよ。あとはアーツだけ。出てくれたら、もう、嬉しいよ。待ってます。バンダイさん。いやー、でも本当にね、まさかここまでね、実現するなんて思ってもいませんでしたから、本当にありがたい。感謝感謝でございます。ありがとうございます。タグカードでございます。ウルトラヒーローシリーズ EX、ウルトラマンジョーニアス。身長70メートル、体重5万トン、必殺技がプラニウム光線。プラニウム光線のためのポーズですかね。めちゃくちゃかっこいいね。
続きましてが、ドゥーン。ウルトラ怪獣シリーズ、ウルトラマントリギア、アーリースタイルでございます。はい。ということで、ウルトラマントリギアの、まだですね、核に染まっていない頃のトリギアさんということで、まあ、せっかくだったらね、ウルトラヒーローシリーズでもよかったんじゃないかなと思うんですけど、怪獣シリーズで出るんですね。ブルー族の科学者ということで、ついにウルトラマントリギアの過去、そして、過去の姿が映像として、作られましたね。うん。ウルトラマントリギア、アーリースタイル、ウルトラマン大河の劇場版でもう出てこなかったんで、ああ、もうこれもうトリギアのアーリースタイルって見れないのかななんて思ったんですけど、ウルトラギャラクシーホワイトでまさかのそこがね、まあ保管されるということで、これはね、めちゃくちゃ嬉しかったですね。ウルトラマントリギアもね、すごい大好きなキャラクターの一人なので、トリギアのこう見えなかった部分っていうのがついに見れて僕はすごく嬉しいです。青色の濃い青と薄い青で再現されておりまして、この辺ちょっとウルトラマン光っぽいようなカラーリングしてますね。うん、この青のツートンカラーがすごいかっこよくて涼しげですね。開き手となっておりまして、やっぱりトリギアといえばね、開き手ですよね。胸の部分結構ね、色多いね。かなりシンプルとなっております。カラータイマーがね、ウルトラマンタロウと合うように、普通の装飾がない、ただの丸いカラータイマーなのもすごくいいですね。腕のシルバー、腕の模様とか結構塗装省略されがちなんだけど、しっかりと塗られているのが高ポイントですね。そしてお顔でございます。かなり、切れ目となっておりまして、まあ、悪そうなまではいかないですけど、ちょっとこうね、鋭い顔つきしてますよね。まあ、ただ、心は繊細なんでね、そんなにいじめないであげてください。かなり頭のデザインが特徴的で、ちょっとえぐれてるんだね。邪神魔獣グリムルをね、取り込むことによって目が赤くなってしまった。あと仮面かぶっちゃいましたね。うん、そんな感じでかなりガラリとね、変わっちゃいましたね。手なんかも切って鋭くなっちゃったしね。劇場版ウルトラマン大河ニュージェネクライマックス見た後にウルトラギャラクシーファイト見ると、まあ、ウルトラギアーってね、なっちゃってね。すごいいいですよ。横側でございます。まあ、塗装はプッツンしてますけど、でも前の塗装すごかったからね。アイメンでございます。まあ、ブルー一色ですね。タグカードでございます。ウルトラ怪獣シリーズ EX ウルトラマントリギアアーリースタイル、身長 50m、 体重 37,000トン、トリギアが闇に落ちる前の光の国の科学者だった頃の姿ということで、十字に組んだ必殺技を放つみたいですね。予告編だとトレラルカイザーの構えをした後に十字の光線を放ってたということで、この十字の光線の技は何て言うんですかね。多分トレラルカイザーではないと思うんだけど、気になりますね。で、やっぱトリギアのアーリースタイルね、過去から連れてこられちゃったけど、結局どういうね、エンドを迎えるのか。でもなんかな、太郎と戦うっぽいんだよな。予告的なのを見ると。太郎と戦っちゃうんか？ちょっと太郎の心境がね、ちょっと心配ではありますけど。まあ、でも太郎だったら大丈夫なんじゃないかと思う自分もいる。はい、ということで、今回は、ウルトラヒーローシリーズ、ウルトラマンジョーニアス、ウルトラ怪獣シリーズ、ウルトラマントレギア、アーリースタイル、こちらをご紹介いたしました。ナンバリングが、どちらも EX ということで、生産数があまり多くないかもしれないですし、僕が行った店舗だと、2個しか入ってなかったので、多分生産数とか入荷数とかも、そんなに多くないと思うんですよ。で、EX なので、再販もですね、当分はないと思うので、ぜひぜひですね、気になった方は、買ってみてください。ウルトラマンジョーニアス、めっちゃかっこいいです。買ってください。ジョーニアス。今ここでジョーニアス買って、ジョーニアスの売り上げバーンって上がったら、もしかしたらエレクト、ロトとアミアのソフィも出るかもしれないから、やっぱね、皆さんね、ジョーニアスをね、ぜひ買っていただければと思います。はい、以上、デレキュラスチャンネルのデレキュラスでございました。それでは、バイバーイ。